村田長治、村田長治、村田長治、1949年11月27日体は、広島県豊田郡本郷町、現、三原市出身の元プロ野球選手、投手コーチ、解説者、評論家。現役時代は、東京オリオンズ・ロッテオリオンズで活躍した。そのダイナミックな投球フォームは、マサカリ投法と呼ばれていた。村田が、 プロ野球選手を志したのは、小学5年の時、父に連れられて、広島市民球場へナイターを観戦しに行ったことがきっかけだった。初めて生で見るプロの試合に、鳥肌が立つほど興奮し、それ以来、プロ野球選手以外の将来は考えられなくなったという。早くて救出が重い、いわゆる号のつく速球は、添付の際と言ってよく。 進学した福山電波工業高校、現近畿大学附属広島高等学校福山校、時代からスピード感があればその球速はすでに152、時速153キロメートルをマークしていただろうと言われ、県内でも屈指のピッチャーとして有名だった。1年上には浅野刑事がおり、2年生の秋からエースとなった。しかし当時の広島県には、 山本和之を擁する広島賞、大田垣構造の板尾道賞に、夏の甲子園準優勝を果たした、高齢など競合がひしめいており、厳しい競争が続く。周期中国大会県予選で準々決勝に、進出する者の高齢校に赤敗、翌年夏の県予選でも三回戦で、呉れ高,高校に敗れ、甲子園出場の悲願は叶わなかった。しかし、 広島カープの小場をスカウトから間接的に、ドラフト1位で指名すると伝えられていたため、カープに入れると喜んでいた。東京オリオンズは1位指名を誰にするか決めかねて、いたが、脳人渡る監督が、上村義信投手コーチを呼び、お前が決めろと一任し、上村が映像を見て、肩の強さや体の柔らかさをスカウトから聞いた上で、村田の指名を進言。この年、 第3回ドラフトは予備抽選で指名順位を決め1番くじを引いた球団から順に1人ずつ指名していく方式で広島は12番目その前の6番くじを引いた東京オリオンズが1位指名した1967年のドラフト1位で東京オリオンズに入団背番号はエースナンバーの18を希望するも叶わず29となったこの 二十九番が後に村田の代名詞となっていく。一年目のは振るわなかった。当時はドラフト一位の契約金を持て余し、パチンコや麻雀など遊びに明け暮れていた。そのようなある日、徹夜の麻雀を終えて、独身寮に朝帰りしてきた時、日課のロードワークに出発しようとしていた小山正明と鉢合わせになる。その時すでにベテランだった小山が若手の自分よりも、 はるかに厳しい練習を自分に課していることに衝撃を受け、そのまま逃げるように自分の部屋に帰ってしまった。その後、練習中に小山に謝りに行ったところ、お前ほどの才能がありながら、それを無駄にするのは寂しくないかと悟された。球界を代表する大投手からの知った激励に感激した村田は、以降別人のように練習に打ち込むようになったという。 村田の若手時代のロッテには小山以外にも、成田文夫、木田る、正明、酒井勝次、金田亀弘と名投手がおり、村田は彼らから、投球術を学んでいった。また、73年から監督に就任した金田昭一から、コンディショニング方法を学んだ。打撃の練習に対して、非常に厳しい姿勢を見せていた、榎本木八にも、プロ野球選手として影響を受けた。 9段名がロッテとなった2年目の2投格を表し、6勝、そのうち5勝は、完封を挙げる。2は、リーグ優勝を経験。金田正一監督のアドバイスをもとに投球フォームを大幅に改造し、後に、村田の代名詞となる、まさかり投法の原型を編み出した。同年は12勝を挙げて先発ローテーションの一角に、食い込み、のロッテの日本一の際にも大車輪の活躍を見せた。 日本シリーズでは、胴上げ投手になった。にはフォークボールを習得する。人並み外れた、長い指が生み出す切れ味鋭い変化は、ことごとく打者のバットに空を切らせた。同年シーズンは257回を投げて21勝を挙げると同時に、防御率1.82で最優秀防御率のタイトルを獲得。202奪三振もリーグ最多であった。保守に頼らず、 ノーサインで自分で投球を組み立てていたため、同年から1979年まで4年連続で2桁冒頭を記録た。1979年は32試合に先発して、自己最多の21関東、230奪三振を残す。には、開幕11連勝を飾り、19勝で最多勝ちのタイトルも獲得し、鈴木刑事、山田久史、 東尾むらと共に1970年代から1980年代のパリーグを代表する投手となった。しかし、に肘を故障。様々な治療法に取り組む傍ら、宮本武蔵の逸話書を愛読し、和歌山県白浜町のお水場、19淵で座禅を組み、深夜白衣をまといだけに打たれるといった荒行も行っていた。 また同年オフには一向に人気が向上しないロッテに、対する不満から、セリーグの人気球団である阪神への移籍を志願した、ものの交換要因が決まらず、ロッテに残留した。よくも一向に、肘の症状が改善されないため、渡米し、スポーツ医学の権威であるフランク・ジョーブルの執刀のもと、左腕の腱を右肘に移植する手術、トミー・ジョン手術を受けた。 以降2年間をリハビリに費やし、シーズン終盤に復帰する。開幕から11連勝を挙げるという鮮烈な復活劇を見せ、最終的に17勝5敗の成績でカムバック賞を受賞。前年に続くロッテのリーグ2位に貢献した。この年の開幕からの11連戦11連勝記録はプロ野球記録である。 同年から中6日で日曜日のみに登板する先発ローテーションを取るようになったためサンデー長寿とも呼ばれるようになった。当時中6日で登板する先発投手は他には同年に対等した各大元くらいしか見当たらず各と共に中6日ローテーの先駆的存在にもなった。また日本球界では長年投手の肘にメスを入れることはタブーとされていたが 村田の復活によって有効な治療法として認識されることになった。5月13日、対日本ハム戦、山形県野球場で通算200勝を達成。200勝に王手をかけていた4月16日の対近鉄戦、川崎球場では延長11回を投げ切りながら敗戦投手になったが、その試合を日本テレビが試合終了まで中継し、本来、 焦点が放送される17時20分17時39分の時間帯の視聴率はその日の夜の巨人対陽戦を上回る22.4%関東地区を記録した全体では10.9%同年39歳にして3回目の最優秀防御率のタイトルを獲得した翌10月13日開幕戦の対オリックスブレーブス戦で1失点 関東勝利とレギュラーシーズン最終戦の対、西武ライオンズ戦で、同年2度目の完封含む10勝をマークし、10度目の2桁勝利を挙げる。若林正しい史上2人目となる40歳代での2桁勝利を記録し、最終戦で引退セレモニー実施で、現役引退した。この引退により、60年代にプロ入りした投手は、全員現役を引退した。 人生先発関東をザウの名とし、先発関東にこだわった村田信武骨な野球人生は昭和生まれの明治男と呼ばれた。修正のライバルは角田博光で若い頃から自信を持って投げることができた球は打たれることがなかった。しかし完璧と思ったスライダーを角田にさよなら本類がされてショックを受けた。それから角田を相手にスライダーを一球も使わず、 ストレートを磨くようになった。一方の角田はストレートに負けないよう鉄球を打つ、トレーニングに励み、それを聞いた村田はさらにストレートに磨きをかけるよう、鍛錬を続けたという。引退後は、NHK 解説者、日刊スポーツ評論家、タイを経て、から福岡大英ホークスの一軍投資コーチに就任。斎藤学、吉武慎太郎を育てた。コーチ在籍中のに、 心筋梗塞を患ったため、以後高知業にはついていない。現在は評論家としての活動のほかに、全国各地、特に当初部を回って、少年野球の指導にあたる一方、プロ野球マスターズリーグの東京ドリームスにも参加している。1992年、小学5年生向けの道徳の教材に、逆境を克服した生き方の教材として、 村田が右ひい手術からの復活した時の様子が取り上げられた。マスターズリーグなどにおいても、未だに、急速時速 140km に届くストレートと、落差 20cm のフォークボールを披露し、ファンのドキモを抜いている。これについて、村田は、子供たちに、本物のプロのボールを見せてて、プロってすごいんだと思ってほしいためだと語っている。テレビ番組、なんだでは、 小学生と真剣勝負をしたり、古田敦也、当時ヤクルト選手兼任監督を打席に立たせて勝負したり、その古田をして、うちのチームに欲しいと言わしめたと、そのご案は衰えることを知らない。ただし記者から、今でも一イニングだけなら、プロでも通用するんじゃないですかと言われた時には、俺は先発しかやらねえんだ。と返答している。本人は、マスターズリーグで、 時速 140km が出せなくなったら、もうボールを握るのは止めると公言している。村田の当番は、マスターズリーグ名物となっており、村田が交番すると、観客も帰り支度を始める光景が見られた。2007年5月26日のセパ交流戦、ロッケ対横浜戦で、死休式投手を務める。この時の球速は、時速 135km を記録したが、 これはこの試合の先発を務めた渡辺俊介の前頭球よりも早いものだった。2010年1月2日に東京ドームで行われたプロ野球 OB オールスターアスリートカップセパ対抗戦に登板。この日の約1ヶ月前に60歳を迎えたばかりだったが、急速時速1 3 2トルを記録した。現役を引退しておよそ20年60歳を超えてなお、 毎日スポーツジムに通っては、超人トレーニングと呼ばれる、激しいトレーニングを行っている。内容は、腕立て伏せを500回、腹筋、背筋運動を1000回ずつ、マシンによるトレーニングのほか、さらにダンベルを右手人差し指と中指に挟むフォークボールの形に、握って上下させるというもので、それをゆっくり時間をかけながらではなく、猛烈なスピードで一気に行う。 マスターズリーグで一緒になった後輩の宮本あちらは、初めて村田のトレーニングを見て驚愕したと語っている。また非常に柔軟な体を保ち続けており、2009年のモルツドリームマッチでピッチングを終えた後の宮本によるインタビューで、ピッチャーに、大切なのは股関節の柔らかさと言い、開脚して前屈で胸を床につける姿を披露しており、 筋肉トレーニングだけでなく柔軟体操も毎日行っている。野球殿堂入り2005年3月日本プロ野球 OB13 人と共に長崎県津島市に津島まさかりドリームスを設立し投手兼監督に就任した。チーム名のまさかりはもちろん現役時代についた異名に由来している。このチームを率いて全国特に離島の少年野球チームを回り 少年野球の指導をしている。指導では必ずチームに所属する小学生バッターと村田の一騎打ち対決を行っている。村田も本気でホークボールなどを放っている。引退後のライフワークとして全国の離島を回って少年野球教室を開催している理由は日本にある友人離島の数が自分の通算勝利数215勝と同じ数くらい存在するからだと 著作やインビューなどで語っている。また2007年から開催されている全国、離島交流中学生野球大会、通称、離島甲子園を提唱している。この大会も、村田の活動がきっかけで生まれたものでもあった。2012年2月9日放送のクイズ、タレント名館では、62歳現在での急速の限界に挑戦する企画に挑戦したところ、1球目は、 時速百二二十キロメートルだったが徐々に記録を伸ばし、最終的に時速百二十九キロメートルまで記録した。二千十三年八月三十日のロッテ対日本ハム戦で始球式に登板し、一球投げただけだが球速は六十三歳にして時速百三十五キロメートルと表示された。二千十六年三月三十日のロッテ対楽天戦で 始球式に登板し、一球投げただけだが球速は66歳にして時速1 3 1トルと表示された。それまでも村田の引退後の投球は日本国内ではあだいを呼んでいたが、この時の模様はアメリカ合衆国のフォックススポーツ電子版でも報じられ、同志は1968年から1990年までの村田の経歴を挙げた上で、 冷戦時代に現役だった66歳の元選手が、未だこれほどの豪速球を投じることは、驚嘆に値する。と記した。また、同志の記者であるダンカーソンは村田を表して、彼は、英雄として死すであろう。どうか末長く死球式を続けてほしい。とツイートした。村田の代名詞であるフォークボールについて、元阪急ブレーブスの山田久氏は、昔、うちの打者に、次、 フォークと予告して、実際にフォークを投げ空振りさせたと語り、また元南海ホークスの野村克也は、村田のフォークボールの癖は、すぐ分かったけど、野村によれば、村田がフォークボールを投げるときはモーションに入る前に、グラブの中をちらっと覗いていた、と、分かっていても打てなかったと語るなど、その威力に関するエピソードは、数知れない。杉下茂も、私は、日本人の投げるフォークボールは、 厳密には SFF が大半だと思うが、村田君は間違いなく本物のフォークボールを投げていたと述べている。入団当時のオリオンズ監督だった農人渡るは同じ広島県出身の村田を大変可愛がったが、速球の威力が落ちることを恐れ、フォークボールの練習だけは禁止していた。しかし村田は農人監督の目を盗んではフォークボールの練習を続けていた。 たまたまその様子を農人監督に見つかったこともあったが、今投げたのは何だと聞かれると、カーブですと溶けていたという。その頃の村田のフォークボールはコントロールが悪く、使い物にならなかった。そこで、当時のフォークの名手、村山実るに教えを凍ったところ、24時間ボールを握るというアドバイスをされ、実践した。指にボールを挟んだまま縄でくくりつけて眠ることで、 フォークの握りを体に覚えさせようとしたのである。しかし、あまりの激痛に終身どころではなくなり、結局一度試しただけで二度とやらなかったという。また、フォークボールの握りを深くしようとするあまり、人差し指と中指の間にナイフで切り込みを入れたこともある。習得後も、右手の中指と人差し指の間に牛乳瓶や特注の鉄の玉を挟んだり、 ドアを開けるときもノブを中指と人差し指で挟んで開けるなど、日々のトレーニングを欠かさなかった。夫人によれば、村田が中指と人差し指でビール瓶を挟むと、夫人が引っ張っても抜けないという。通算冒頭数148は、日本記録で2位の石井和久115を30個以上も引き離している。これほどの冒頭数を記録した要因は、 村田のフォークボールが非常に鋭いものであったのも、さることながら、保守とサインを交わさず自分で投球を組み立てていたため、いつフォークボールが投げられるか保守に予測しきれなかったことが一番大きいという。また、袴田秀俊曰く、村田さんは、目が悪かったため、サイン違いをすることが多く、それならば、先入観のないノーサインで投げてもらった方が、補給しやすかったと。 現役引退後に語っている。村田自身は、これほどの冒頭数にもかかわらず、冒頭による失点が非常に少ないため、この記録に大変誇りを持っているという。独特の投球フォームは、ためが長いためか握りが確認されやすかったようで、相手チームの三塁コーチが、村田の握りを見て、指でボールを挟んでいた時は口笛を吹いて、バッターに知らせることで、打者に狙い撃たれたことがあったという。 南海のドンブレイザーなど。しかし、それに気づいた村田は投球モーション中に、直球からフォーク、フォークから直球へと握りを自在に変える投法を編み出し、口笛作戦を封じている。先発ローテーション投手としての起用が多かったが、速球とフォークボールを活かすため、金田監督の意向で二度ほど、リリーフ陣に回ったこともある。選手生活末期にも一度リリーフに回り、 その後再度先発に戻ったが、村田はこれについて、あれは僕の主義主張よりも、太ももなど下半身が、登板間隔の短いリリーフにはついてこなかったから、戻しもらったと述べている。村田も先発関東に強くこだわり、引退の理由にこのこだわりを、プレイで果たせなくなったことを挙げた。引退後も、ザウの名は、人生先発関東であり、社員にも書き添える。 長年相手役を務めた袴田秀俊が新人の頃村田は1アウトランナー満塁。この時確実に抑えるにはどうしたらいいと尋ねた。袴田は迷わずゲッツですと答えたが、じゃあその次はと聞かれ答えに困っていた。村田は笑って一番いいのは三振だ。ゲッツはエラーがあると語った。 村田が脱三心にこだわっていたことを表す逸話である。一匹狼で現役時代は誰とも群れることはなかった。妻は英語や料理に堪能で村田が手術後もアメリカに長期滞在してリハビリに専念できたのも夫人のそうした生活面での才能によるところが大きいという肘の故障を乗り越えサンデー長寿として復活した様子を描いた妻の手記。 サンデー、長寿の妻は1986年にテレビ朝日、系列土曜ワイド劇場でドラマ化され、放映された。村田役に、名高達郎。妻役に、星野智子という配役で、稲尾和久や落合博光も本人役で出演している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。